こんにちは、石川県白山市町の番地住みの高畑舞です。お兄ちゃん、いい服持ってるくせに全然私に服を貸してくれないんです。私結構ストリート系好きなんですけど、これ貸してとか言っても全然貸してくれなくて、私いつも安めの服選んでるのに、お兄ちゃんだけ贅沢しやがって、私のこと動画いっぱい出してるくせに私には少しも贅沢をさせてくれないんです。これってどういうことだと思いますか？詐欺。人を動画であんな露出させといて、お洋服も貸してくれない、一つもいい服も買ってくれない。普通だったら投資しなきゃなとか思うじゃないですか。全くあの人にはその感謝の気持ちがない。嫁入り前の娘、あんな嫁入り前の妹がお風呂でこんななったのにもかかわらず、これはありえない。結婚できなかったらマジであいつのせいにします。今日はお兄ちゃんと下着から全て服まで全部交換していきたいと思います。イエーイ、パフ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 。まえちゃんは胸がないのでパフパフできないんですけども、まあそこは考慮していただいて、まな板好きは高評価よろしく。別貧乳でもいいですよね。でかいからっていいことはただ色気があるだけ、男が喜ぶだけ。じゃあ貧乳のいいとこ言っていいですか？走るとき邪魔にならない、体育祭で大活躍、女子からモテる、風の抵抗を受けないからね。お兄ちゃん今編集で新居に行ってていないので、帰ってきたらこの服を全部着せたいと思います。全部着せちゃうよ。でもあいつの服は全部かっさらい。 Here we go。 あー早く着たいな。お兄ちゃんまだ帰ってきませんね。あ、お兄ちゃん帰ってきました。じゃあ両着て。お兄ちゃん来て。編集してないでんだよ。あ、ちょっと先来て。その前に早く来てお兄ちゃん。何？リュック下ろして。お前何しとる？お兄ちゃんおかえり。びっくりした、なんでいきなりおむしになげんで。今からお洋服交換しようよ。意味がわからん、どういうこと？お洋服を交換しましょう。誰と？私のお洋服とお兄ちゃんのお洋服をチェ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 ンジ。お前の服なんて着れるわけないやん。ダメ、着るんや。破れるよお前の服。あんたガリガリやから多分大丈夫。だってお兄ちゃん全然服買ってくれんや。前に前への報酬が少なすぎる。去年とか10万円分買ってあげたやん。いや、なんと言ってそんなこと。それは去年の話や。今年はまだ1回も買ってもらってない。ストライキをしてるってこと？給料上げろって。そういうことでござる。私は最近露出が多い。確かに風呂とか潜入しまくっとるな俺。だからやっぱりもうちょっと奉仕してもいいと思う。前にで俺はいつまでお前をおんぶしとらんなんだ。これモザイクしてみて。ちょっと今動画撮ったんだよ。本当だ、妹のパンツです。待って、本当にやばい、本当にやばい。これ冗談抜きでやばいって。お前が勝手におんぶしたからや。頼むからマジでこれだけはモザイクしてる。俺そう一回下交換しよう。下着もパンツも全部交換するってこと？意識交換プロジェクト。このミスビリームのじいちゃん着たいねん。勝手に着ればいいやん。いつも動画界では貸してくれんやんけ。ありやろうや、ラブ&ベリー。おしゃれワードの最後の文字で言葉を作るゲームを。じゃあしよう。跳ねるの扉のやね。じゃあやっていきましょう。おせちでダン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 。おせちおせちおせちーず。おせちおせちおせちーず。おせちおせちおせち球技。おせちおせちおせち果実。おせちおせちおせちこ。痛い。それではチェンジタイム。高級スカジャンとこの安物スカジャンをチェンジ。俺これ切れるかな、妹の。新築リーンや俺。見て、これもういい感じじゃない？じゃあ次で服全部交換しよう。頭。チュン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 。頭、頭、頭とヒヒ。頭、頭、頭んが。頭、頭、頭り。頭、頭、頭。こもう思いつかんげんてや。それじゃあ服を全部交換しましょう。でもお前さ、下着着られるの嫌じゃないの俺に？全然嫌じゃないよ。俺はお前の下着やったら全然着れるけどさ、お前は俺のぬくもりに包まれないんやぞ、パンツと。めんどくせえ。なんかブランド物の服買ってや。ロイス・ヴィトン買ってやるわ。うん、ロイス・ヴィトン楽しみや。あとサンローラン買ってやるわ。あ、サブローラーも楽しみや。何言ってんのお前。シャネルも楽しみや。チャンネルな。あ、シャネル系。ちょっと前が着るの、このどうやって着るの？お前じゃあスカート脱いでさ、君。なんだそんな変態チックな。カリンチ。何これすごいムカムカなんだけど。いや、あんたら何したら、うるさい。なんでベタベタしたら。また寝るよ。ブラジャーした？ねえ、触らんと。触らんと。あんたらその手つきが気持ち悪いやん。やっぱりこれが気持ち悪い。気持ち悪いねんて。量が着るなこれ。そうです、着ます。じゃあスカート着ます。ねえ、ボタンボタンまねんわ。あー、いた。ちょっとダメやって。ほっさ、足ごぼうみたい。お前より絶対スタイルいいよね。ゴツゴツしとる。で、足の毛が邪魔。やらせてやるか。本当に下着も着るんか？本当に着るんか？最近って知らんもんね、お前な。最近女と遊んだらもんね。濃厚接触になるしな。超濃厚接触やな。それしんもんな、できんもんな、今。うん、まあ、こんなご時世やしな。みんな我慢しとるんや、今。じゃあお母さんも親父と我慢しとる。なんで昔から我慢しとる。我慢じゃないん、勘弁してくださいよ。
それって夫婦として大丈夫なの？心で繋がっとる。うちの中でも 1.8 メートル離れて動いてるもん。それお父さん多分やめよ。配合心が最近。配合ってなんよ。お父さんとお母さんが配合してデスピサロが生まれる的な。こいつマジ中二病くさ。なんで？バレンシアガにルブタン。いくら稼いでも足りない。全部君のせい。イエイエイ。ここいで。変な感じする。これ絶対お見せできません。え、ホック閉まったちゃんと。え、やっとてしまった。なんでこの色にしたい。妹下着って暖色つけた方がいい。赤とかオレンジとか。これ何カップ。ちょっと待って、芯にしてるんですよ。なんでやっぱ芯になりたいから。ここ痛くないっけ。あ、痛いわ。でもね、前もわかる。気になる。ここ痛い。はい、どうぞ兄ちゃん。ありがとう。ちゃんと来た方がいい。ズボン履いた方がいい。スカート前が着せてあげるね。まあまあ、できればさ、こっちに寄ってくれ。だって見えるもん顔。前のモザイク何回も失敗するしやろ今まで。誰が信用できるかお前なんか。信用ないから後ろ向いたりかな。来ました。なんか可愛い。え、可愛い。ママみたい顔。ママと似とるよね。ゆうちゃん可愛い。ブラってめっちゃ苦痛やな。かわいい。あ、でもスタイルいいわ。ちょっと見てくださいこれ。結構いい感じじゃないですか。ということで兄貴と全部服を交換しました。こんな感じです。お前いつもこんな服着とるんやんな。うん、そうや。君の名はの気分。ミツハタキくん。もしかして私たち入れ替わってる。君の全然全世からだっか。あ、多分おかしい子や。触んなボケお前。あ、わかる。これ女子の触られたくない気持ちがわかる。好きな人にしか受け付けみたいな。お前は好きな人やろ。言って触らんで。触らせろお前。ねえ、女子通して触ったりするの。うん、全然触る。でかーいとか温泉とかでやる。いや、普通に学校とかで後ろから触ってみたい。ということで今日は一日お兄ちゃんの服装で過ごそうと思います。皆さんもお兄ちゃんや妹のお洋服と交換してみてはいかがでしょうか。新鮮な気持ちになります。これで一日過ごせってこと。これで食料の買い出しとかもいかんない。買ってきてほしいもんあるやん。さっきメモに書いた。これで外出恥ずかしいわ。お前はなんかストリート系やからいいよ。男の服でも。え、まあ、これでもいけると思う。俺たまにおるよこういう格好してる男の子。いや、女装はいいことですよ。ヒゲ生えてますからね。ヒゲもいて足のすねにヤバいって。そんなブロクソ言わんでもいいやんけ。あら、こんにちは YouTube ユーザーの皆さん、僕は切り抜き英子です。今日はですね、買い物に行ってきたいと思います。よー、はーい。車で帰るよ。こんにちは。やば、何それ気色悪い。なんな、もう、え、女装してるの。お前胸あるじ。触ってもいいが。ダメやって。なんでいいよ。お前なんで触られなきゃ。お前ガリガリなくせに、お前エヴァンゲリオンみたいな初号機みたいな体しやがん。超暴走モード突入。にゃん。ああ、本当は胸のなんか感触がちゃうね。キモいな。石川県お前緊急事態宣言出たぞ。石川県がとうとう独自の緊急事態宣言出してん。今までも気をつけとったけどさらに気を引き締めて。これ全部妹のやつか。そうや。パンツおパンティーが入っとらん。もう妹のやつや。うわ、キッシュ。気持ち悪いですわ。妹男になってやりたいことある。あるよ。立っておしっこしてみたい。こんにちは、こんばんは YouTube ユーザー。今日は寝ている妹の部屋に入っていきたいと思います。それでは行きます。あ、最近砂毛も入ってきたし、脇毛も入ってきた。剃らないとな。彼氏も3人足りないし、舞ちゃん僕が大好き。イエーイ。妹、パー、それと素晴らしい夜を過ごさんでいいか。りょうやめて。お兄ちゃんやめて。もうそんなことしないで。あー、へこねる。お兄ちゃんのバカバカバカ。ママ、りょうが入ってきた部屋。ピーナッツ、ピーナッツ。あー、痛。そうなんじゃない。なんだか何しとるん。お兄ちゃんが部屋勝手に入ってきた。え、腹が振りでそれ言われたら。いじっかしや、お前。なんでいつも同じことしとるのに、ガールにやられたら。自分がやられてねえのこと人にするなんてこういうことや。だってお兄ちゃんが、うちすね毛そろとしとって。したら入ってきてって。気持ち悪い。俺妹のこと本気で入ってんだよ。ねえ、今列いいから俺たち早く東京行って。あと3日間も風呂入ってないやん。この位置から出て行きたい。あー、なんか男が女の体触りたくなる気持ち分かったかもしれない。お前それはやべえ。この辺触りたくなる。もうそのネチャネチャしたカエルみたいな手が嫌ねんて。うちもう無理。妹、あー、うちもう YouTube 出んから。あ、できていいよ。お前もなんと俺やってけんげんて。うちも YouTube。 俺とお前はチームで。なんで前がこんな体さらさなあかんの。お風呂とかお前の体が必要ねん、この視聴者には。もう YouTube 引退しんか。俺と YouTube 結成させようぜ。はい、せーの。うまくなって大丈夫か。お前を治療してやる。ホイミピゴン。 HP が回復した。お前の気持ちわかるわ。ベッド侵入されて嫌な気持ち。やる、嫌やろ。ねえ、やめてって。それ赤を落としていく。ねえ、やめて。お兄ちゃん家族の食料のために買い物に行く。近所の過疎地のスーパーへ。じゃあ俺のハリア乗るか。え、お兄ちゃん連れててくれる。運転してくれる。ありがとう。言ってやるよ。お前のパスワード解除してやる。やめてお兄ちゃん。ほんとやめてって言っとるやろ。失礼。ああ、うわ、またキスした。お
兄ちゃんが運転してくれるの嬉しい。ハイヤー SUV 大型初運転です。お前ぶつけないでね。はい、わかったよ。お兄ちゃんぶつけたらもう弁償。弁償してやる、お前のために。スカーレットのように綺麗な気持ち悪い。お前、俺っていつもこんなんねんな。気持ち悪いな。初運転です。妹ハリヤー大型車、 K しか運転したことない人間です。妹で、俺が妹だった。お兄ちゃんがハリアーを運転しています。これはすごい光景です。この子は俺が買ってあげた軽を納車して5分で釣りました。 SUV で釣ったらただことにはなんねえぞ。なんねえな。安全を考慮して運転しています。なんか胸があるとシートベルトのこの狭間に挟まるね。あー、いいでしょう。色気が出るね。うちなんかこのクソ寒いんだけど。パフ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 、やめとけって。お兄ちゃん痛い。お兄ちゃんなんでこんなリポビタンデーばっか飲んでるの。体に悪いよ。お兄ちゃん編集でいつも疲れてるの。栄養入れないとお前のために働けねえからな。そっか、これからもいっぱい私に貢いでね。うん、分かったよ。あ、お兄ちゃん、やめろお前。痛い。お前こんなとこに薄ピタが入ってる。薄ピタってなんだ、この薄ピタって。ちょっと見てみるか。見てみたらダメだよ。これ何、お兄ちゃん何に使ってるのこれ。大人の事情ってやつや。こんなの車に住ませてるのすごいやらしいよ。お兄ちゃんスーパー開いてなかったね。可愛いなお前。ありがとう。まあ、もうお風呂入る。あ、俺も入る。なんであんたが入んの。俺も入る。いやだ、絶対マート大好きや。もう一人で入るって。なんでそんなこと言うんやんて。なんであんたと入らんの。なんであんたのマンモスみんなのふざけんな。目は前の顔いいぞ。どうさんや。絶対入ってこんといてや。分かったって。俺お前の裸なんて見る興味ないって。じゃあね、覗き見されるお風呂。やばいよ。家の中です。家の庭内です。ことでカメラを仕掛けました。今から妹の裸を見ていこう。タイガー。あー、せっかいた。シャワー浴びたいな。最近 C カップになった。色気が出てきたんじゃないかしら。鍵閉めないと。今から妹の体を覗いていくぜ。イエイエイ。手ごわいぜこの鍵。妹ー、やめてやめて。何待ちに入ってくる。お前の体、いいお味。お前の体見たかったよ。お前の声出せ。やめて。あ、いい匂いだ。前の体見て興奮するのが俺の夢だったの。これ1年前に入ってきたんだよ。俺は来年刑務所に入ってるな。よし、刑務所でお迎えしよう。妹の体すごいすごい興奮する。興奮興奮。あぶりやつの名前はいい年して。じいちゃんに怒られた。妹の気持ちよく分かったわ。前もお兄ちゃんの気持ちよく分かった。ちょっと反抗的すぎたね。もう少し優しくしようと思うわ。俺もうちょっとお前に構えすぎようにするわ。うん。風呂も覗かんしベッドも入らん。終わりでビアしろお前。分かったよ。お兄ちゃん行きます。はい。入れ替わりっていいなって。あ、ちょ、もう一回行こう。それでは皆さん行きますよ。入れ替わりピーナッツ。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。